でも今芸能界も若干形が変わってきてて、マネジメントもやっぱ若い人気の役者さんたちはみんなエージェント制にしてますよね。そうですよね。はい、かなり売れてる子たちはみんな、いや、あの大手の事務所辞めたりし始めてるんで。そうですよね。結構堀江さんの今の考え方を起こして結構映画作る人とかいっぱい出てきそうですよね。うん、だから今の仕組みを使うと、そのなんていうのかな、こう、売れない若手の役者であればあるほど才能あるんだけど、こいつはもしかしたらブレイクするかもっていう人に投資をする仕組みを作る、それ NFT とかを活用してもいいし、まあ、別に伝統的な手法で、その彼と一緒にその合弁会社を作るでもいいんだけど、まあ契約で縛るのが、まあ、簡単っちゃ簡単ですよね。契約があった方がいいですもんね、やっぱり。そうそうそう。いや、今後、その、まあ、だからそこまた雇用契約とかにしちゃうと奴隷契約だって言われちゃうんですけど、そうではない、はい、そうではないような契約を結ぶっていう。うん、うん、うん。でもまあ、それは理にかなってますよ、ある意味。そうですね。うん。それを許さない人たちがいっぱいいらっしゃるってことですよね。まあ、許さない人はいるかもしれないですけど、そうじゃなくて、そういうちゃんと、その、まあ、リーガルチェックをして、うん、あのそういう契約にしておけばだ、まあ、専属契約なんかまさにそうですからね、実際は。ああ、そうですね、確かに、うん、ただそこのお金の流れをただクリアにすればいいだけの話なんだと思うんですよね。ああ、なるほど、うん、ちなみにだ、そういうのまとめる人は誰なんですか？弁護士さんなんですか？弁護士に頼むのが一番いいと思います。ああ、そうなんですね。そう、だからそういうそのものに強いあの、うん、弁護士さんいらっしゃるんで、そういう人たちに頼むのがいいかもですね、うん、いや、ちょっとやってみ、あの僕は多分新人を見抜く能力高いみたいなんですよ。みんな売れていっちゃうんで。うーん、そうすると多分、うんうん、なんかしらうまくいきそうですよね。あと夢見てる若者たちいっぱいいるから。うん、僕らでもそんなお金なんないですからね、この業界。ただ要はだから映画に出ることによって、そのさっき僕が言ったなんだかわかんないけどみんなが憧れてる映画っていうものの価値ってあるんです。絶対あるんですよ、それは。でマネタイズは確かに日本の映画界はなかなか難しいんですが、やっぱり映画って特別なものなんですよ。だやっぱ箔がつくんですよ、簡単に言うと。いや、それは本当そうです。で箔がついて結局マネタイズするところって全然別で、あの、うん。